時にあったかいご飯とか食べたいのにな、結婚してみたいな。男の人によっかかって、まあいつかはね、それは結婚出産とかやっぱしたいので、結婚してどうも、病み上がり女です。いやもうマジで扁桃炎でちょっと YouTube 撮るの久しぶりなんですけど、病み上がりなもんですから、ちょっと話聞いてください。まずあのね、ほんと風邪ひいた時ってさ、良くないよね。メンタルがやられまくるというかさ、特に一人暮らしの風邪なんか引きたくない。ほんとに風邪自体は全然大丈夫だったの。ほんとにね、私扁桃炎お持ちだから、扁桃炎がちょっとね大きくて、年に1回か2回ぐらい必ず体調崩すから、それは大丈夫なんですけど、一人暮らしのね体調悪くなるのとかで、ほんとに病むのとか、やめたいです。私やめたいぐらい落ち込んでました。もう初っ端で言った通り、こういう時にあったかいご飯とか食べたいのにな、結婚してみたいななったよね。自分で鍋4日間作り続けた。頑張ってスーパー走ってさ、スーパーで注文して材料買ってさ、作るか、鍋楽やしっつって、あったかいもんは食べたいのよ。冷たいもんとかコンビニなんか食べたくないじゃない。作っとったんだけど、なんか最近結婚報道多いじゃないですか、おめでたいことに。それは本当にね、すごい幸せそうでいいなって心の底から思うよ。やっぱり女性にとってやっぱ結婚っていうのはさ、一大イベントみたいな感じだからさ、素敵だなってめっちゃ思うんだけど。おう、あ、ちなみに今肉じゃがを作ってます。なんか病み上がり後ってちゃんとしたご飯食べたいなってなるじゃん。だからちょっと肉じゃがとか作っちゃおうと思って、肉じゃがとか作っちゃいます。久々にビールとかも飲んじゃいます。うまっ。 IPA クラフトビール飲んでる。なんかその病んどる時に思ったのが、本当に皮肉なんですけど、東京で実家暮らしの人マジ羨ましいなとか、男に家賃払ってもらって生活しとる女マジ羨ましいなとか、そんなことばっか考えてました本当に。なんでそうなるんですかってなるかもしれないけど、なんか病んだ時って人に頼りたくなるじゃない。風邪ひいた時ぐらい、私は自分の頑張っていただいたお金で8年間一人暮らしして家賃払ってきれたって頑張ってきたんだ、羨ましい、パパ活とかしとる女羨ましいとか思って、正直でもじゃあ自分がパパ活できるんかいって思ったらできないんですよ。だから尊敬はしてて、そういう女性たち。私はなんかお金持ちの人と過去に関わった時に、お金持ちの方が全てそうってなんだけど、たまたまその方がなんかね、すごいプライド高い方でらっしゃってじゃあ出前しよっかってなって、過去にね、でなんかありがとうみたいな出前してくれたんだけど、なんか2万円の海鮮の丼みたいな、丼の多分お寿司屋さんかなんかの配達宅配みたいなしてくれて、でありがとうって言ったら、いやいやこういうの頼めるの俺だからだよ、普通の男できないからね、本当にありがたいって思いなよって言われたの。私お願いします、2万円の海鮮丼が食いてぇですって、足舐めたわけでもないのよ。めちゃくちゃ下に見てるし、なんかめちゃくちゃそれって言わんくてよくないっていう、なんかかっこ悪って思っちゃって、だから私ってあんまホイホイできないし、うぅ寒ってなっちゃうタイプだから、そういうのかっこよくやってくれる方の方がいいなとかちょっと思っちゃって、ちょっとトラウマっていうのもあって、全然ね男の人によっかかって、まあいつかはね、それは結婚出産とかやっぱしたいので頼るべき時はあると思うんですけど、すごく体が疲れてる時は羨ましくなりましてね。そういうなんかお金の、正直ストレスがないじゃん、家賃がないだけでたまるし、お金、私お金なんか全然たまりません。お金たまんなすぎて、バッグ欲しくて売ってまたバッグ買うっていうレースさしてたしね。まあ全部自分の責任なんですけど、こうなんか女を使ってもっとうまく生きれることもあるんだろうけど、私には向いてねえのかいとかよく思いますね。それもそれで私の良さだったりするもんですから、まあまあいろんな生き方がありますよねという話で、肉じゃがを作っております。いろんななんか過去に関わってきた男性のエピソードをネタ風に話してますけど、注意書き入れといて、あの素敵な人でしたっていうなんかこの間さ、あの霊視占いで、あなたは過去の恋愛で良くないねって言われて、なんで良くないんですかって言ったら、全てネタにしようと男を選んできたでしょ、だから変わり者が好きなんでしょ、ネタのために恋愛をしてきた、それやめなさい、幸せになれないからって言われたの。
すげーってめっちゃ来たもん。ほんまのこと言ってたからほんまのこと言うてるこの霊視の人当たってるなってなりました。さすがに肉じゃがのじゃがいも細かく切りすぎたな。まあね、結婚したいって言っても結婚を目標にしてしまったら本当に将来寄り添う人っていうのが分かんなくなると思うので、その結婚ってなりすぎないようにしなきゃダメなので、別になんかそこの執着はないんですけど、いつかねこんな自由な私を肯定してくれる男性と、そしてめちゃくちゃ支えたいって思える男性が現れたら、その時はもうハッピーですよねって思います。肉じゃが引き続き作ります。花嫁修行。肉じゃが完成しました。どーん、4人前ぐらい作っちゃったこれは余ったらタッパーに詰めます。はい、コメントで絡みましょう。共感者ボトム。じゃあね